その猫は自分を助けてくれる人を見抜く力があるのかもしれません。野良猫として生活していたにもかかわらず、ある女性のもとへと自ら近づいていったのです。それは猫にとって助けを求めるのにぴったりのタイミングでした。猫は大きなお腹を抱えており、出産を間近に控えていたのです。後にプリシラと名付けられることとなったそのメス猫は、お腹に赤ちゃんがいる状態で路上をさまよっていました。そこは3月末のフィラデルフィア。春とはいえ暖かくなったかと思えば、また冷え込んだりする難しい季節です。プリシラのお腹はすでにかなり大きくなっていました。大変な毎日をどうにか乗り越えてきましたが、彼女には誰かの手助けが必要でした。もう間もなく出産が始まるのです。ちょうどそんな時、プリシラのすぐそばを一人の女性が通ります。それが仕事を終えて帰ろうとしているケイティさんでした。ケイティさんはすぐにプリシラの存在に気づいてくれました。それと同時にプリシラもケイティさんを見つけ、お互いに目が合います。するとプリシラは自らケイティさんの方へ歩き始めました。この人ならきっと自分を助けてくれる、そんな強い直感があったのでしょう。迷うことなくまっすぐにケイティさんへと近づきます。プリシラのこの直感は当たっていました。実はケイティさんは動物保護施設でボランティアとして活動しているのです。いつも猫と関わっていて、猫がいると思わず目で追ってしまうケイティさん。だからこそプリシラがそこにいることも、彼女が妊娠していることにもすぐに気づいてくれたのです。ケイティさんが身をかがめて手を伸ばすと、プリシラは喜んでさらに近くへと寄ってきました。そして嬉しそうに体を撫でてもらうプリシラ。妊娠してからずっとお腹の子供たちを守ろうと気持ちが張り詰めていたに違いありません。優しく体を撫でてもらうと心が休まり、ほっとしたようです。それからケイティさんが呼んだ仲間が来るのを待つ間、1時間以上も撫でられたり優しく声をかけてもらったりしながら過ごしたのです。その間決して逃げ出すようなことはありませんでした。無事に保護されてからケイティさんの家で過ごすこととなったプリシラ。ご飯を驚くほどたくさん食べ、長い長い時間眠りました。それはこれまでの彼女の生活の過酷さを物語っています。お腹を空かせ満足に眠れず、それでもお腹の子供たちを守り続けてきたのです。ケイティさんと出会えたことでようやく安心することができたのでした。けれど次の日、プリシラの様子が変わり始めます。食事が喉を通らず落ち着かない様子なのです。そう、いよいよ出産が始まるのでした。ここでなら安心して出産できる、リラックスし、そう感じたことでお産に向けた体の準備が進んだのかもしれません。ケイティさんはすぐに出産の準備に取り掛かります。箱の中に柔らかな毛布を敷き、プリシラの出産場所を用意したのです。ケイティさんは何度もプリシラに声をかけました。大丈夫よ、きっと元気な赤ちゃんが生まれるわ、そう励まし続けたのです。そして深夜1時半、ついにプリシラの出産が始まりました。懸命に力を振り絞り、まずは1匹目の赤ちゃんが誕生します。プリシラは本当によく頑張りました。それから朝になるまでに6匹の子猫を産んだのです。朝になるとプリシラは
ケイティさんに子猫たちをお披露目しました。自分の体の下にいる子猫たちがケイティさんによく見えるよう自ら体の向きを変えたのです。可愛い我が子たちをケイティさんにも見せたかったのかもしれません。お産を終えたばかりでナイーブになっていてもおかしくありませんが、出会って間もないケイティさんにすっかり心を開いたプリシラ。疲れているはずですが、彼女の顔には母となった喜びがあふれているように見えました。我が子の誕生を心から喜んでいる様子のプリシラは素晴らしい母親となりました。自分の食事もそっちのけで、子猫たちにミルクを与え、かいがいしくお世話を続けます。その姿はあまりに一生懸命で、ケイティさんが心配になってしまうほどです。ケイティさんは子育てを頑張るプリシラのため、そっと口元に食事を運んであげるのでした。そんなプリシラも育児に少しずつ慣れてくると、わずかな時間ですが休憩を取るようになり始めます。そしてそんな時は必ずケイティさんのそばへとやってくるプリシラ。ケイティさんに体を撫でてもらうのが大好きになり、自分からそれをお願いしにやってくるのです。育児に集中しているプリシラにとって、ケイティさんの愛情を感じられるひとときが束の間の至福の時。その時間があるからこそ、プリシラはまた子育てを頑張ることができるのです。もっと子育てが落ち着いてくれば、プリシラはきっとさらにケイティさんに甘えるようになることでしょう。こうなることが分かっていて、プリシラはケイティさんを選んだのかもしれません。自ら近寄り助けを求めたプリシラ。彼女はとても強く賢い素晴らしい母親です。これからも可愛い子猫たちと共に幸せな毎日を過ごしていくことでしょう。そしてもちろん、自分で選んだ大好きなケイティさんに撫でてもらいながら至福の時を楽しむに違いありません。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。